感じになったと思いますし、その分、思ったようなゲームしてしまったそういうプレーしましたし、もちろん自分がしっかり切り替えると後ろがしっかりと構えてやってなきゃ、本当前に絞って攻めれないと思いますし、そういう点も早くああいうプレーやっぱりやっちゃいけないと思いますし、本当にアイアンが信頼をしないので、もちろん気をつけなきゃいけないですし、カウントをいい曲にして生かせたらいいかなと思いますし、カウントをしっかりもっともっとチームにこのミスをしっかり見逃してじゃないけど考えていけるように、これからのゲームでやっていかなきゃいけないですし、相手が他者だったので、本当にチーム全員気持ち出して戦っていた中で、ああいうミスだったので本当に申し訳ない。いい意味で本当、その、まあ、僕はそういう期待されてるなっていう受け止め方を、プラス思考で考えるように受け止めましたし、まあ、もちろん本当、そこで切り替えて、こんなもんじゃないっていうプレーを今度やっていこうかなっていうふうに切り替えることができましたし、まあ、いい意味でそういうふうに受け止めることができて、まあ、そういう意図じゃなかったかもしれないですけど、僕はそういうふうに対応してしっかりやることができました。もちろんプロなんで、そういう時に耐えられるのも当たり前だと思いますし、そういったプレッシャーながらしっかりやるというふうに思います。本当、まあ、これからまたどんどんしっかり信頼を受けていけるようにやっていかなきゃいけないですし、はい、ゲームの最後のところなので、しっかり責任を確保しなきゃいけないと思います。はい、皆さん、こんばんは。まあ、こんばんはといってもまだ明るいですけれども、今聞いていただいたのは、昨日行われました、浦和レッズの試合後に、